よくあるパターンなんですけど、ドラマーはどうしてもちっちゃいお店でやるとドラムがうるさいうるさいって言われがちなので、相当叩く癖がつくんです。これすごく良くないですね、これだとこういう叩き方しちゃうと、こうボールをドリブルをこうやってやってる感じなんですよ。ドリブルってこうぶつけなきゃいけないんで、ここを軸に回転させる。モードジャズとかのジビンコブはこう叩き落として下でこう曲線がつながってる感じなんですけど、最初のうちは上でこう車輪をつなげるみたいな感じで、そっからダメ。これとこれは全然違うんで、これだと全然うまくならないです。下のね、詳細欄にですね、エルヴィン・ジョーンズとかトニー・ウィリアムスとかアート・ブレイキのリンクを貼っておきましたので、レガート見てください。バディリッチもそうだけど、必ずスティックの先がこの辺まで来てるので。うるさいって言われる理由は、多分このシンバルレガートではなくて、左手とか右足のフレーズが悪いとか、いらんところに入ってているところに入ってないとか、そういったこととかが多いかもしれないですね。あとはこうシンバルレガートではなくて、こっちがうるさいって言われてるのにこっち下げちゃったらあんまり意味がないで、シンバルレガートはまあまあ音量叩いてもそんなにうるさくないです。シンバルだからね。こういうこれ叩き落とす、これはめちゃくちゃ良くないですけど、こうここを支点にこうやってやってると音量が結構上がってても、声が聞こえる感じになるじゃないですか。なのでアメリカに僕初めて行った時にめちゃくちゃ感じたのが、もうシンバルレガートとかみんなどれもワクワクするんですよ。これ今まで日本であんまり見たことがない感じ、あんまりこうプロの人見に行ってもあんま感じたことはないんだけど、みんなワクワクする。なんでだろうと思ったら、もう見るドラマスティックこんなに振りかぶってて、まあもちろんこうコンパクトに叩く人もいるんですけど、でもみんなやっぱりちゃんとドリブルしてる感じ、ボールがボン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 って弾んでいく感じだから、だから躍動していって、でこの回転があるから、メロディーを歌いやすい。要はダバダブディダダバダブディダルリーダリーダっていうのが飛んでいくんですが、こうリーダダバリーダ、まあ、ただそこに音があるだけで、そのメロディーを助けてくれないんですね。スイングしてこうリズムが回転してると、こうコマが回転してるとボール当てたらピョンって飛ぶじゃないですか。その回転がめちゃくちゃ遅いとポンってやったらポトって落ちるじゃないですか。だから結局シンバルレガートっていうのは、しっかり跳ねて、でここを軸にボールがピョンピョンピョンって感じです。こういう、これだとシンバルレガートの意味がない。レガートっていうのはつなげるっていう意味ですね、スタッカートっていうのは切るっていう意味なので、スタッカートの反対ですね。じゃあテヌート何かって、テヌークトっていうのは、こうホールドなんで、こう音が減衰していくのをこう支えてるっていうイメージがあるんですけど、テヌートの反対がスタッカート、確か物理的にはそうなんだけど、音楽的にはスタッカートしてもレガートはできます。例えばこうキャッキャッガン、音はつながってるでしょ。その音がベクトルでつながってればちゃんとこうレガートしたフレーズになるんですね。スターカットかけててもレガートしたフレーズになるので、要はフレーズっていうのは、ちゃんとこうつながってるっていうのが、なので、まあ、そう言われてみればシンバルレガートでもこうスタッカートかけてもつながるんじゃないかなって話になるんですが、確かにそれできる人いるんですよ。実際にこのこういうね、例えばハイハット、音は短く切れててもちゃんとこう弾んでいけば、これはだからやっぱりバウンスしてるからね、次の音につながっていくわけでしょ。
習してたらいつまでたってもうまくならないです。ぜひ、改善してみてください。